ホースピークです。家庭教師のトライが M&A にて A 投資ファンドに売却するらしい。家庭教師のトライといえば、もともとは平田治氏が個人塾から始めて発展させ、後に二谷ゆりえと結婚して、現在は会長に平田治、社長は二谷ゆりえが務めている。売却額は1100億円とも言われており、株式は会長と社長で 50% ずつ保有している。詳しい内容についてビジネスジャーナルの記事を中心に、その他報道されている情報などでお伝えします。家庭教師のトライを展開とするトライグループを A 投資ファンドの CVC キャピタルパートナーズが買収する。買収額は1100億円。新型コロナウイルスの感染拡大下でオンライン教育が浸透する中、トライは人工知能 AI 関連の投資を増やし、競争力を高め、3から4年後の株式上場を目指す。買収額1100億円、とてつもない金額やね。株式 50% としたら550億円は二谷ゆりえには入る計算になる。かなり大型の M&A やね。10月内にも買収契約を結ぶ。 CVC は買収のために SPC 特別目的会社を設立し、創業者の平田治会長や二谷ゆりえ社長からトライ株を全株取得する。その後、平田会長と二谷社長は売却で得た資金を活用して SPC に再投資することで経営に関与する。受け入れ会社に再投資することで、一応経営陣に残る道は作るつもりなんやね。そやけど、後々は追い出されるでしょうな。この再投資も後に説明が出てきますが、後々は株式上場を目標としてるらしいから、その時に新規上場株を売却できるということも絡んでいるらしい。トライは現在、家庭教師の派遣のほか個別指導塾を展開し、全国に1100カ所の拠点を持つ。社員はグループ全体で1273名、登録している教師・講師の数は約22万人。トライグループの20年5月期の決算広告短大によると、資本金は5000万円、当期純利益は3億6097万円、利益剰余金は101億2358万円、株主資本103億2263万円が、総資産200億269万円の 51.5% を占める超優良会社である。テレビで CM バンバンやってますからね。以前は二谷秀明の特捜最前線の昔の映像なんかを映してましたが、亡くなってからはハルプスのハイジの CM でおなじみでしょう。全国津々浦々結構広がってきてるから、もうこれ以上の広がりは無理と考えたのか。教育業界は少子化やデジタル化が進み、大手も苦戦している。中小規模の学習塾は経営破綻が増している。帝国データバンクによると、学習塾の倒産は16年以降は年間30件台で推移し、2021年1月から9月はすでに18件発生しているという。中堅の学習塾も生き残るために大手グループの傘下に入るなど、業界再編が加速しているようです。少子化ということが一番大きな原因になってるでしょうな。トライは損益計算書は開示されていないが、日本経済新聞の報道によると、21年5月期の売上高は約500億円、 EBITDA 利払い税引き焼却前利益は80億円強だという。稼ぐ力に対して買収額1100億円は13倍を超える。買収予定額1100億円と上場している教育サービス学習塾の時価総額10月12日終わり値時点を比較してみると、その凄さがわかる。利益80億円に対して
買収額が1100億円とは相当に高い評価やね。今後ますます伸びていくと見込んだのか。 A 投資ファンド CVC のやることやから投機的な利益だけを追求するためだけのような気もするね。真面目に経営をしていく気はないかもしれん。今中国の教育産業界も日本を狙っているという報道もあるから、しゃぶり尽くした後に中国資本に売却などされたらたまったもんやないね。トライは通信講座、真剣ゼミのほか介護事業等を運営するベネッセホールディングス2585億円の次に位置する。東進ハイスクールの永瀬550億円の2倍である。資本金5000万円のトライの株主構成は非公開だが、平田、二谷夫妻が大半の株式を所有しているとみられる。会社を1100億円で売却すると超がつく大富豪になる関係者。しかも夫妻は CVC の傘下に入った新生トライに再投資する。トライが予定通り3から4年後に株式を公開するとなると、次は公開時の IPO 新規上場株による株式売却益を得ることになる。一部の株式の売却にとどめるなら持ち株に事故が発生する。つまり2度も3度も美味しい果実を口にできるのである。上場というところがミソやね。新規上場株は高値がつくから売り抜ければ利益が大きいことにもなるね。だけど会長の平田さん、個人塾からここまで大きくしてきた会社を A 投資ファンドになんかどうして売る気になったんかな。少子化で先々見通しがないかもしれんけど、外国に売るとは意外やったね。 CVC は東芝の買収騒動の時も当時の車谷社長を救済するために動いたが、結局失敗に終わり、車谷氏は辞任に追い込まれたこともある。ここでちょっと平田さんと二谷さんについての馴れ初めなどをお伝えします。会長の平田治氏は立教大学経済学部卒。個人で塾を経営していたが、1987年1月、富山大学の学生向けに家庭教師教育サークル富山大学トライを設立し、家庭教師の派遣事業を始めた。これが後に家庭教師のトライとなる。それにしても経営の手腕は良かったということやね。優良企業として大きくした。二谷ゆりえさんは元女優。俳優の家二谷秀明氏と女優の家白川由美さん夫妻の一人娘。高校生の時に芸能界にデビュー。87年慶応義塾大学文学部国文学専攻卒業。歌手の郷ひろみさんと結婚した。すごい話題になりましたね。結婚披露宴もテレビ中継され、視聴率はなんと 47.6% だったとか。すごい視聴率やけど、それまでにテレビ中継された結婚披露宴の中でも最高の数字だったそうです。愛される理由なんて本も売れました。結婚と同時に女優業を引退。2女を設ける。1998年郷さんと離婚。2000年、トライグループの創業者平田治氏と再婚。2005年トライグループの社長に就任した。どうも平田治さんも1997年に離婚しており、二人とも再婚同士らしい。それに平田治さんと郷ひろみさんが知人ということで、そのあたりがちょっと微妙な部分やけど、どうも郷ひろみと結婚してた時から平田治さんと不倫していたと見られているようです。あれ、夫の知人と不倫？平田さんは1997年に離婚して、二谷さんは1998年に離婚してる。計画してたのか？ただ再婚は2000年やから、再婚まで2年くらいは要してはいますな。
郷ひろみとの2人の娘は、長女は日本テレビ、次女はテレビ朝日だそうで、共にマスコミですけど、女子アナではないそうです。まあ、両親とも芸能界に関係してるから、マスコミ系には入りやすいでしょうな。それにしても、大きな M&A で巨額のお金を手にするようですけど、三谷さんは経営の手腕は相当なものみたいやね。芸能人の郷ひろみとは思考回路が違っていたのかな。今回は三谷百合絵が社長を務めるトライグループが A 投資ファンドの CVC に1100億円で売却されるという話でした。ご視聴ありがとうございました。今後も気になる話題をアップしていきます。次回の動画で会いましょう。